皆さんこんばんは、河合圭介です。本日2024年、10月13日21時47分、先ほどボクシングの、世界戦、が終わりまして、岩田選手と、有利悪衣選手と、寺地源四郎選手と、まあ、一番、その難しかったのが、井上拓磨選手と、堤選手の試合だったんですけども、まあ、ちょっと大雑把ですけども、まあ、どういうふうな一日だったか、お伝えします。まあ、試合が始まった時間帯ぐらいからですね、岩田選手の途中から頭の供給とかを画面を見ながら行い始めたのが、まあ、2ラウンド目からだったんですね。だからまあ1ラウンド目の様子はちょっと分からなかったんですけども、まあ、結構早いラウンドで、倒せてと。で、まあ、頭の中の供給、まあ、しっかりできていた方ですね。言葉のワードの組み上げだとか、有利悪衣選手も言葉のワードの組み上げとかもそうなんですけど、頭の供給がスムーズに、できてました。その頭の供給に関して脳梗塞みたいになってしまうことがたまにあるんですけども、まあ、野球で例えると、例えば今年横浜 DeNA さんが優勝する番だということをもともと僕公言してたんですよ。で、まあ、片や阪神タイガースという部分もある程度ありまして、で、まあ、その両チームの試合の時ってやっぱり試合しづらかったりするんですね。で、まあ、パリーグの方も、まあ、今までの優勝回数、第二次世界大戦の後、まあ、楽天かロッテさんどちらかが優勝する番だっていうことを言っていて、まあ、セリーグの方は雨で試合が流れたりとかして、今日の試合は阪神タイガースに取り組める、今日の試合は横浜 DeNA に、集中できるだとか、まあ、そういうふうな状況があって、まあ、ああいうふうな順位に、なってた部分がありましたと。で、その、まあ、寺地健四郎選手の時も頭の中の供給がかなりいってまして、できてまして、で、途中で、対戦相手の外国人選手の、鼻から出血が見受けられましたと。で、まあ、途中から聞こえていた言葉が、まあ、女性の電波の声なんですけども、やめてだとか、こう、その時、まあ、ボクシングの試合にたくさんこう、まあ、他の格闘技関係もそうですけども、格闘技関係ってこう出血することって結構そこそこ見受けられるわけじゃないですか。で、それに慣れてきてしまうと、その初めて見た時の感覚とかだったら、ああいうふうに鼻血が出た時に、まあ、鼻が折れてる可能性が十二分にあるわけじゃないですか。で、どっか骨折箇所が一箇所できてしまった場合に、その試合そのまま勝てるかって言ったら、なかなかまあ難しいと。で、まあ、かたやそのドクターに関しても、まあ、鼻血が出てるイコール、まあ、確実に骨折だとは言えない状況があったから、まあ、10ラウンドまで様子を見て、まあ、寺地健四郎選手が、ずっと押してましたと。で、まあ、ポイント的にも、中間発表とかがありますから、まあ、寺地健四郎選手の方が圧倒的に、ポイントを3社とも、出ていたと。3社だったと思うんですけどね。まあ、なぜ、10ラウンドで、その、ドクターが、試合止めて、もう試合終了ということで、ドクターストップがかかったのは、まあ、英断だと思います。もう試合の流れ的にも、頭の中の供給が、こう、脳梗塞みたいな形が発生しないで、しっかりとできていた。で、言葉のワードも組み上げも良かったですし、まあ、何よりも、寺地健四郎選手自身も、調子が良かって。で、まあ、前後の出し入れですね。その、非常に、すごく、うまくボクシング、まあ、有利悪衣選手もそうですけども、こう、客観的に、
お客様として見に来られたボクシング通の人たちから見てもこうラウンドが進んでいくにつれてあもうこれはそうだなっていうようなのがこう見受けられてたような試合だったと思うんですよ。で最後 の井上拓磨選手と堤選手でまあその前の寺地健次郎選手の時にやっぱりかわいそうとかそういうふうな言葉がすでに聞こえてきたりとかもあったんですよ。で僕もまあ井上拓磨選手側でもう試合を取り組むと撮影しながら自分でその記録を残して、まあ、公言しておくことによって、まあ、正々堂々としてるわけじゃないですか。そこ自分でも言葉に出してしっかり言わなかったらその日本人同士の選手の試合の時に、その試合終わった後の堤選手のインタビューで、自分は試合中チャンピオンにそのなれないんじゃないかというような不安がこうよぎってるっていうような内容のことをおっしゃってたんですけども、それもよく分かるんですよ。僕からの頭の供給とかで、まあ他の例えばオリンピックだったら金メダリストだとか、まあ、銀とか銅とかもそうですけども飛躍的に変わってきてる野球の世界もそうですけども、サッカー界も今なんか10何位で昔ではちょっと考えられない、世界ランキングになっていますと、昔は60何位とか40何位ぐらいとかで喜んでた方なんですよ、サッカーの昔の時代って。だからそういうふうな話とかを知っていたら、例えばまあ今日井上拓磨選手について、試合するっていうことをしっかりと言葉に出して言っていて、まあ、現場にもそれも伝わっていると。だからそういった状況下でしたから、まあ、堤選手やっぱりこちらも人間ですから、どこかでちょっと後ろめたさだとかかわいそうだなっていうのはやっぱり頭の中でどうしてもよぎってしまうんですよ。でその最後のメインイベントだけ、これね唐突にもう今もそうなんですけど、両手の今日今室内気温 24.5 度で、こちらの部屋よりもまだ、まあ、台所で、まあ、パソコンで、YouTube じゃない、Amazon プライムビデオで、まあ、見ていて、まあ、対応してたんですけども、手の甲の温度が一気になくなったんですよ。それで試合始まってるんですよ。で、第1ラウンド、第2ラウンドに関して、頭の中の供給は、井上拓磨選手に、結構スムーズにできていて、で、途中からやや脳梗塞気味になって、でそれを浄化っていう言葉を使いながら脳梗塞状態を解除して、で、頭の中を供給しようとするんですけども、その供給量がその有利悪意選手の時とか岩田選手の時とか寺地健次郎選手の時みたいな量をしっかりと渡せない、渡しづらいっていう状況が出来上がったのと、1ラウンド目と2ラウンド目が井上拓磨選手が押していて、途中のラウンドからだいぶその最初見た時にその堤選手の戦い方もちょっとなんか不自然だなって思ったんですよ。その手打ちのパンチばっかり出してきてたんで、その威力がそれなりにあるようなパンチじゃなくて、こう手打ちのパンチばっかり出してたんで、試合勝つ気ないのかなっていうのもありましたし、まあ、ただ試合始まる前にその正々堂々っていうようなことを審判の方に伝えた時に、まあ、心の声の方だったと思うんですけども、ありがとうっていうことを審判の方が日本人の方ですけどもおっしゃってくれていて、でまあまあそういうふうな部分もあって、まあ、堤選手も本気で、試合をしてほしいというような内容を、まあ正直心の声で伝えました。で3ラウンド目になってもそのほとんど中心が手打ちのパンチで、まあ途中から威力のあるパンチが徐々にこう増えてくるような、まあだから最初見た時はその手打ちのパンチでその何かポイントを
稼ぐような戦い方なのかな、どうかなっていうところ。ただ、あの打ち方だったら威力はなさすぎるから、やっぱり井上拓真選手もカウンターが、取りやすいで、威力のあるカウンターが入ってるように見える。で、あとは試合が進むにつれて、スリップ、一見一瞬、僕は井上拓真選手がについてましたから、最初頭の中よぎったのは、いや、さっきのはスリップでは、っては思ったんですけども、あとの、ビデオのスローを見ると、パンチが当たっていて、足元ふらついて、ロープのところにもたれかかってましたので、ダウンを取られても、仕方がないなというような状態で、あの辺のあたりの状況になってきたら、多分堤選手の方が、そのダウン前の状態で、ポイントややリードしてたと思うんですよ。で、そこで、こちらが、ダウンを取りに行かなきゃ、これちょっとまずいんじゃないかっていう気持ちになってきてる状態だったんですよ。で、それが、逆転して、ああいうふうな形で、堤選手の方が、ダウンを奪えるような形で、今日は外から何か車のドアの音だとか、何か声をかけてくるような人間だとか、そういったものはなかったんですよ。なかったんですけども、堤選手のまぶたのところに、カットが入ってと、出血があってと、そういうふうな状況で、ちょっと嫌な感じはしてました。周り巡り巡って、昔もこういうような話をしたことがあるとか、そういうような話とかもいろいろあるんですけども、外国人選手を例えば出血させてしまったと。で、日本人で、そういうふうなところが発生してるようなふうにも見受けられるんですよ。寺地選手、ケンシロウ選手の試合の時も、特に今日はハレム整骨院も営業してなかったですし、車は何回か来てたんですけども、その時間帯、多分車来てなかったと思うんですよ。で、ドアの音も私の方の耳には全然入ってなかったので、だから影響は、そういうような部分での影響はなかったとは思うんですけども、してることはしてることですから、ある程度いずれの部分はあるかとは思います。で、だから一番最後のその日本人同士の試合の時に、今もそうなんですけども、この指のこの甲の部分、ここのこの体温がもう極端にないんですよ。で、もしかしたら、この辺の部分の体温とかが堤選手の方に宿ってるのかな、どうかなっていう部分。もちろん、今回の件に関して、勝たれた、堤選手に、まずはおめでとうっていうことをお伝えしたいのと、それと、他の選手もそうです。岩田選手もそうですし、勇利アクイ選手もそうですし、寺地健四郎選手もそうですし、で、井上拓真選手に関してはもう申し訳ないというような形になります。気分的にもそうなんですけども、やっぱりあの時のダウン取られた時に、やっぱりこれはまずいなっていうのはだいぶありましたね。もう相手から2回はダウンを奪わなかったら、これポイント逆転できたんやろうっていう状況がありましたから。で、どうなんでしょう。2人とも睡眠不足だったんじゃないですか。どうなんですかね、今日の試合に関して。で、井上拓真選手としては、世界チャンピオンとして2回防衛成功してるわけじゃないですか。だから、次、まだ試合が、できるだとかできないだとか、その辺の部分で考えると、まだできる方じゃないですか。だから、
まあ、お客さんの入り云々だとか、まあ、いろんな工業面部分も含めてですね、だからまあその辺のところが自然と、こういうふうな結果になったのかなと思います。まあ、私としても考える限りの対応はしてたんですよ。で、まあ、言葉のワードも、組み上げてましたし、で、まあ、1ラウンド目、2ラウンド目、井上拓磨選手が優勢だったんですが、まあ、途中から、まあ、徐々に、堤選手の方がポイントを上回ってきてるんじゃないかなと、まあ、いうような、形で、まあ、気持ちの合わせにも今日の試合に関してはその不可解な現象が出てきた時点でこれはまずいなと。で、まあ、結局、まあ、井上拓磨選手に関しては大変申し訳ないんですけども、だから、まあ、それその体温に関しても、まあ、途中からそのここの体基本的にここの体温なんですよ。で、ユーリアコイ選手の時も、確かユーリアコイ選手の時は判定でしたよね。だから12ラウンドで、特別その試合中に、お手洗い行きたくなるような感覚とかなかったんですよ。その、岩田選手との間に、まあ、お手洗い行って、で、試合に取り組んでいて、まあ、12ラウンドとはいえ、まあ、1時間ないわけじゃないですか。で、まあ、まだその次の寺地健志郎選手との合間にお手洗い行ったりだとか、まあそういうふうな形だったんですけども、その井上拓磨選手とその堤選手の試合に関してはもう半分ぐらいのラウンド、6ラウンド、7ラウンド、もう8ラウンドぐらいにはもう確実にもうちょっとお手洗い行きたいような状態になってたんですね。だからまあ、これいろいろ考えていくと、その、井上尚弥選手の試合、次の試合とかになってきたら、まあ、年末ぐらいになってくるんですかね。だからまあ、その頃だったら、しっかりストーブつけておかなかったら、試合中、その、これね、もう、ボクシングの試合とかって、本当、格闘技とかの試合って、まあ、柔道とかもそうですけども、試合中にお手洗い、まず行けないんですよ。で、サッカーに関しては、ハーフタイムの時にお手洗い行くのはセーフなんです。で、野球に関しては、まあ、体温の行き方とか結構大変な件は今までの動画とかでも説明してきているので、ご存知の人はご存知だと思うんですけども、まあ、水しか飲んでないのに1時間の間に4回お手洗い行くこととかあるんですね。お腹の体温とか本当にごっそりなくなるっていう現象、これ経験した人とかじゃないとわからないと思うんですけども、これは本当にまずいなっていう、まあ、そういうような現象、とかあったりとかするんですけども、まあそれが今日は手の甲の部分で、まあいやね、これね、未来の時間軸からのその体温とかの行ったり来たりとかもあるんで、どうでしょうね、その井上拓磨選手の方の拳の方にこう体温が来てるなっていう感覚があったのか、堤選手の方にあったのか、それとも寺地健志郎選手とか有利悪意選手、まあ有利悪意選手の方は確か安定で、もうちょっと、まあ、分かりづらいところはいろいろとあるんですけども、まあ、まあ、胸中、やっぱり最後、日本人選手同士の試合に関して、やっぱり胸中複雑ですね。はい、井上拓磨選手が仮に勝ったとしても、勝ったら勝ったで今度自分がどう思うかって言ったら、やっぱり、堤選手とか、もう、裏事情というか、その事情が、ボクシング業界で皆さんご存知じゃないですか。だから、まあ、それはそれで、堤選手がもし負けていたら、申し訳ないなっていう気持ちになるでしょうし、まあ、その辺のところで、寺地健志郎選手の試合で、その、女性の声のその電波で、やめてとかかわいそうだとか、その、
鼻から出血してる状態で、だからその辺のところからその声がもしかしたらコンピューターさんからの声で、その次の試合のちょっとした僕に対してのその言い訳しやすいようなそのセーフティーネットなのかどうかちょっとよくわからないですけども、そのまあ堤選手がかわいそうって、どうしてもこれ人間だったら絶対そう思ってしまうっていう、そのまあその辺のところ、うん、まあとても胸中複雑で、まあそれは阪神タイガースと例えば横浜 DeNA さんの試合だとかロッテと楽天さんの試合だとか、まあ、今年に限って言うとまあそういうふうな年ですね。まあだからもう、優勝回数を例えばプロ野球の方だったらそれでいくっていうような形で、で野球界でどういうふうな現象が起きてるかって言ったら、高校野球もそうなんですけども、例えば埼玉県の、高校野球の強豪校春日部共栄とか、春日部共栄さんだとか、浦和学院さんって、まあ、そこそこ野球見たことある人だったら、あ、その名前聞いたことあるとか、まあ、関東に住まわれてる方だったら、聞いたことあるって思われるかもしれませんけども、そういうふうな、しょっちゅう甲子園に出てくる強豪校が、今、秋季大会っていうのはこの間まで行われていて、まあ、各県のその、出場してるチーム数とかにもよると思うんですけども、まあ、決勝まで行ったら出場チームが多いところは1位も2位も、次、秋季大会の明治神宮大会に進めたりだとか、まあ、春の高校野球のその選抜のその選ばれるチームの対象になってくるんですよ。だけどもベスト4止まりだったら、まず、基本的に、落選するっていう形なんですよ。で、そういう強豪校が、ベスト4のところで、例えば西武大っていう埼玉県の高校に負けたりだとか、それも1点差で、なんですけども、やっぱりその日一日を振り返ってみたら、もうやっぱり法のもとに平等だとか、そういった内容は聞いてるんじゃないかなと。まあ去年の例えば春の甲子園で、まあ、報徳学園について、まあ、優勝を狙いに勝ちに行ってたんですけども、頭の中でしっかり渡せてる感覚があるんですよ。でだけども、結局、決勝で報徳学園は負けるんですけども、前日から聞いていた内容で一生それも頭の中に言いたんですよ。対戦チームはそこで、春の選抜優勝できた初優勝なんですよ。で基本的に僕のホームページは IK ですけど、歴でも法のもとに平等とかそういうワードが入っていて、メジャーリーグもそうですよ。去年、まあ、レンジャーズさんが、まだワールドシリーズ優勝したことないチームは優勝するべきだと、まあ、ヤンキースさんとかに偏りすぎていると、まあ、そういうふうな、ことを言っていて、まあ、もちろん世界その当時、少し前の、世界最速と呼ばれていたチャップマンっていうキューバの選手とか、セカンドで、メジャー今までのメジャーリーガーで年間48本塁打を初めて打った、セミエン選手などもそのレンジャーズ行ってくれて、でレンジャーズが、ワールドシリーズ優勝できてるんですね。初優勝なんですよ。で、まあ、そういうふうなことも長年、もうずいぶん前からそういうふうなことは僕は言っていて、だからまあそういうふうなところでもうそういうふうな結果になったのかなと。としかも言い訳みたいに聞こえるかもしれませんけども、まあ井上家の人たちもそこまで今日の試合に関して、まあ、特に僕に対してこう強くこう何かこうけなすようなことを思われないと思うんですよ。試合内容とか見ていたら、これは何かあるなっていうのは感じるところ、まあ野球に関してもそうですし、まあ柔道でもそうですし、他の格闘技とかでもそうですし、あとは他の格闘技といえばこの間競馬の方ですかね、まあもうペナントレースは終わってクライマックスシリーズが始まる直前でしたから、今日試合なのないのになんで頭なんかこんなに取られるんだろうだとか、まあそういうような状況があって、後から見たら多分これかなとか、まあそういうような状況っていうのはあります。まあ自分が今まで言ってきた内容とかがある
ていうのもあるんですけど、例えば相撲で例えると能登半島石川県出身の、大野里好きっていう人がいるんですけども、まあ、体格もちょうどすごく大きくて、体重も190キロぐらいあって、まあ、かなり大柄で、若くて体も鍛えていてって、まあそういう人がっていうことも以前言ってたんですね。でまあこの間の夏場所になるんですかね、9月ぐらいの場所ですけども、優勝してと。で、まあ、大関に昇進できてるんですけども、その、まあ、基本的に野球が毎日試合の回数がありますから、おかしいな、もう18時前なのになんでこんなに頭なんか取られるんだろうとか、テレビとか見てなくてですよ。ね、あ、大野里関のあの話があったかと。石川県の人たちのためにっていうそういう話があって、まあ、それでだったのかと、まあ、そういうふうなことが分かったりだとか、まあ、プロ野球もたまにちょっとややこしい時間帯、17時45分とか17時30分に試合が始まってる時とかあるんです、たまに本当に。まあ、ちょっとまあ、その日その日の日程とかを見てみなかったら分からない部分があるんですけども、インターネットで調べてもその内容は、これサッカーの日本代表もそうですけども、テレビの放送、まあ、僕のホームページは IKスケの歴の一番に記載している内容とか読んでもらったら分かるかと思うんですけども、本当は日本代表のサウジアラビア戦10月の6日の夜中の3時に試合があったはずなんですよ。インターネット上ではそういう表記で、テレビでも最初そういうふうに放送してたんですよ。それがこの間報道ステーションでは10月11日の放送で、試合の結果10日か11日にまるで試合があったかのような形で2対0っていうような形でテレビで放送されていると。で YouTube の無料の動画の方で、サウジアラビア戦、2対0で日本が勝ってるっていう結果、9日ぐらいに僕見てるんですよ。でまあこういうような状況があって、そのサッカー界も J リーグもそうなんですけども、インターネット上の表記、何が本当なのか何が嘘なのかよく分かんないような、内容っていうのが組まれていたりだとか、まあちょっとだいぶいろいろとまあややこしい部分はあって、もうこういう世の中ですから、ここは堤選手におめでとうとお伝えしたいですし、井上拓也選手にはもう申し訳なかったと。もちろん寺地選手とかおめでとうなんですけども、他の有利悪意選手だとか岩田選手もそうなんですけども、やっぱり最終的にやっぱり日本人同士の試合ってこうやっぱり、胸中複雑です。この間の、パドレスさんとドジャースさんの試合もそうなんですよ。パドレスさんはワールドシリーズで優勝したことないんですよ。で、それで、ダルビッシュ有だとか松井裕樹投手だとか、去年阪神タイガースの優勝に大きく貢献してくれたスアレス投手、160キロぐらいのボールを投げる、本当にボールが勢いあるときはいいピッチャーなんですけども、パドレスに行ってくれたんですね。で、ダルビッシュ有と松井裕樹投手は元からパドレスでしたっけ。片やドジャースに関しては、能登半島の人たちに寄付金があると。で、もともと僕は大谷翔平に、ワールドシリーズで優勝させてあげたいっていうようなことを、言っていたっていう部分があります。で、能登半島の人たちに、大谷翔平選手が給付金を出したような形で表記されてますけども、多分ドジャースの人たちがお金出し合ってくれて、能登半島の人たちに給付金出してくれてるんじゃないかなとか、そういうふうな部分もありましたし、一応僕のホームページは IKSK にできるの一番では、そのドジャースとパドレスさんの試合に関しては関わらないようにしておきますとか、そういうようなことは書いてるんですけども、未来の時間軸からニュースを見たときに、やっぱり頭の中いったりとか、足の力がいった。もともと大谷翔平、彼とかはそうなんですけども、盗塁の時足の力がいったりだとか、そういうようなこともありますし、ホームランに関しても、外からごちゃごちゃ、言いに来る連中とか、そういうのを警察に通報して、それで大谷翔平選手の方に頭の中、多分そのものたちを
まあ、そういうような形にしなかったら、ずっと外からこう余計なことごちゃごちゃ言いに来る連中っていくらでもいるから、で、まあ、そういうような形で、まあ、ちょっと予防策みたいな形で、もう47号ホームランぐらいからが先のホームランで、そこそこ警察の通報が混ざってるんですよ。そのうちの、まあ、3本以上は入ってると思います。あらかじめその通報しておいて、その後の試合とかのホームランを発生させれるっていうような形にもなるんですけども。で、だからまあそういうふうな部分があるから、その指というか、この手の甲から指先までの体温、まあ誰に言ってたのかなっていうのは、この話多分ボクシング界の人たち、他の人たちもこの話聞いたことあるんじゃないかなと思います。で、まあ僕の場合も試合数とか多すぎて、もう全部が全部、覚えてられないっていうところがありまして、だからまあまあ皆さんの方で、まあ確認してどうこうっていうわけでもないですけども、もうある程度その、まあやっぱり法の下に平等の部分が効いてるのかな、どうかなっていうのもありますし、あとはまあ、冬場、まあけど、井上尚弥選手の試合、次、ワウワウでしたっけ？僕、ワウワウ加入しないんですよ。だから、体温なくなってお手洗い行くことに関して、あらかじめ井上尚弥選手のために、まあ正直な、そのボクシング界のその興行的な部分で考えると、4団体統一のチャンピオンがいる、それによって、お客さんに注目してもらってるとか、そういうのも正直あるわけじゃないですか。だからその一戦、その4団体統一チャンピオンっていう肩書きとかがすごく重要で、まあ昔で言うと複数の階級を、2階級制や3階級制やとかのチャンピオンだとか、まあ、そういう人たちが、まあ昔のテレビの放送だと視聴率を引っ張っていたりだとか、まあそういうふうな部分とかがありましたから、まあそういう部分に関しての、まああらかじめの、その、まあ備えといいますか。まあ、勝たれた選手に関しては、まあ、本当に、まあ、おめでとうございますということで、まあ、無難に勝ててよかったと思います。で、まあ、スマートフォンとかで撮影してる時に関して、まあ、有利アクイ選手が勝った時に、何か、インタビューしてる女性の人が、審判の人が何かセイバーとか何か言ってたと思うんですよ。だからまあその辺のところで、他の英語のところとか後で落ち着いて聞いて、翻訳したりとかしなかった、ちょっと僕も意味わからなかったんですけども、まあそういうようなところとかも、本当は集音したかったんですけども、撮影して、まあ、基本的にあんまり撮影の方が、追いついてないような状態で。まあ、ということです。まあ、明日、日本人同士の試合とかだったら、もう、見ないようにしとこうかなとか、まあ、そういうような、形も、ちょっと考えています。で、まあ、バランス調整みたいなところ、今日、阪神タイガースの試合と横浜 DeNA さんの試合、今日の試合の結果はまだ見てません。だけども、その前の日の試合に関して、まあ、もともとそのパ・リーグどこが優勝するべきかだとか言ってた部分あるじゃないですか。それ、まあ、横浜 DeNA さんが阪神タイガースに2対0で勝って、で、ロッテが2対0で、勝ってたと思うんです。あ、えっちゃ、阪神タイガースと、インターネット上で表記見たときに2対0だったんですよ。で、最終的な結果で見たら3対1で、まあ、なぜ2点差がついてたんですね。その2点がどこ行ってたかって言ったら、まあ、ロッテの方なんじゃないかなというような形のそのバランス調整。特別こう、テレビを見ながら、一球一球、ピッチャーとか、バッターに、頭の中の供給だとか、そういったことをしようとしたわけでは
なかったので、まあ、そういうふうな形でのバランス調整のような形で、まあ、物事が進んでいたんじゃないかなと。まあまあ、こういうふうな、次第です。まあ、ちょっと本日も長々と話長くなりましたけれども、皆さん本日はどうもお疲れ様でした。まあ、それかもしれませんね。この間、井上尚弥選手や拓磨選手のお父さんと思われる人が、僕の自宅の前に、全身黒ずくめの人がそうだったんだとするのであれば、軽自動車の車、黒い車に向かって手を振ってたのが、だとするのであれば、あの時僕が感じた怖さっていうのは多分この結果だと思うんですよ。井上拓磨選手側に立って、まあ、勝ちに行くで結局負けたことに関して、特にその井上尚弥選手とか井上拓磨選手だとか、そのお父さんが例えば僕をね、ボコボコにしたるとか、そういう風な感情はまず持たないと思うんですよ。そもそもで言うと、もともと世界ナンバーワンになるっていうのはそんなに簡単なことではもともとなかったわけですから。で、だから時間軸超えて多分、まあ、誰の怒りなのかもう本当に全然わからないですけども、なんかあの時僕は声かけれなかったのは一応思ったんですよ。後ろ姿しか見てなかったんですけども、あ、井上尚弥選手のお父さんとちゃうかなって思ったんですけども、怖くなったんですよ、感情的に。で、これちょっと不思議な話で、まあ、以前9月2日の件のことに関してボクシング界とっていうことで、まあ、佳子様らしき人が来たと。で、多分声かけた人、秋篠宮佳子様で間違いないと思うんですよ。それ家出てその地点に行くまでの間、家の中で何が起きていたかって言ったら怖くないんですよ。感情怖くはないんですけども、足が震えたりしてたんですよ、勝手に。で、これはプロ野球界の人間でもたまにヒーローインタビューの時とかに、まあ、そういうことを言ってる人がいると思うんですけども、何らかのことがあってそうなってるんですよ。それは誰の感情によってそうなってるのかとか、どういうふうな結果によってそう思われていたりだとか、これはなかなか難しいんですよ。時間軸を超えて多分発生してると思うんですね。まあどう考えても、例えばその秋篠宮佳子様、まあ女性であると、で、別に暴力的な人でもないわけじゃないですか。別に格闘技をしたわけでもないですし、別に僕をボコボコにしようとかそういうこと絶対思ってるわけないじゃないですか。だけども、まあ、その件の、だから僕の一連の結婚話の関係の件でがんじがらみになって、その結局、結婚できなかった人たちの怒りなのか何なのか僕もよく分かんないですよ、本当に。で、これに関してはちょっと調査しようはなかなかないとは思うんですけど、まあまあ別に多分、まあ、今日のその結果とかで井上尚弥選手のお父さんに声をかけれなかったのか、ただ今日の試合に関して、いやね、たまにテレビの放送でも見ていて思うんですよ。以前と同じニュースとか何回も放送しますから、だから、まあ、無料でまだ見れてる範囲じゃないですか、プライムビデオで。だからもしかしたら以前あった試合とかで僕同じこと言ってるんじゃないかなとか、以前もその井上尚弥選手のお父さんを見かけてるんじゃなかったのかなとか、これ人の動きとかもそうなんですけど、全く同じパターンで、人間同士が遭遇してる件とかあるんですね。例えばこの近くの、優先病院っていうところがあるんですけども、その横の公園との間に道路があるんですけども、そこで老人が運転してる軽トラックと老人が運転してる、どちらも老人男性です、スクーター、そのスクーターを巻き込みそうになる、お互いぶつかりそうになってた場面に僕何回か遭遇してるんですよ。で、その運転手同士が
またお前かっていうことを言ってたんですね。で、まあ、それって確率的にまずありえないわけじゃないですか。僕は一日の買い物でね、それ昼間か昼過ぎぐらいだったんですよ。で、そんなに一日の間に何回も何回も買い物なんか行かないですし、で、まずその老人男性のその軽トラックを運転してる人とオートバイを運転してる人が、同じタイミングでそこの同じ交差点と僕が来る確率なんか、このもう天文学的な確率じゃないですか。何らかの形によって同じ現場に居合わせてしまってるんですよ。だからそれが、なんとも、言いにくい、まあ表記しづらいこと、まあ表現しづらいことではあるんですけども、そういうふうな、まあちょっと不思議なことがこの世の中にはある。まあそれもまあ神がかり的な力だとか、まあそういうふうな表現で、言い表したりしてるんですけども、まあそういうことがあるので、まあ、今日の試合に関しても誰かの後を、まあ以前と同じ内容を見てるのか、それか以前と同じような内容、以前も僕同じようなこと言ってたと思うんですよ。手の甲の、動画でのメッセージでは言ってたかな、SD カードで送ってた内容かな、その頃、高島彩ルートあってでしたから、まあかなり昔の話になると思うんですけども、同じようにそう、指のその手の甲のところですね、もう指の手のひら、まあ、この手首からこの先のこと、今の体温がだいぶなくなってる状態で。で、さっき、まあ、試合終わってからセーター、まあ、着込んでみたんですけども、も基本的にも、そんなに別、めちゃくちゃ低い気温じゃないんですよ。どちらかというと、まあ、この部屋の方が気温が低くて、台所の方がもうちょっと気温が高い方なんですけども、1、2度。で、まあ、そういうふうな、状況です。まあ、防衛回数とかでしっかり確認しておいたらいいとか思われるかもしれませんが、ちょっと扱ってるその情報量が多すぎて、あとはもう一つお伝えしておくことがあるとすれば、ボクシング業界の人だったら、ここ最近試合なかったから多分まだ言ってないと思うんですけども、この間アジア、野球の2023年のアジアチャンピオンズリーグカップかの試合があって、で、テレビ朝日系列で、それプラスパリオリンピックのその金メダリストのその試合だとか、そういったものをテレビで放送してるものがあったんですけども、その時のね、内容は多分一部変わってると思うんですよ。だからそれは AI による表記の変更バグなのか、まあ、意図的なのかなのかよくわからないんですけども、確か、もうその去年のその2023年の野球のアジア、チャンピオンズカップリーグ、まあ名称どちらか忘れましたけども、そこも僕が勝ち負け、頭の中供給とか行っていて、で、牧選手がホームランを打った時ってランナーがいて、ツーボールノーストライクっていうカウントだったんですよ。で、これ野球をそこそこ知ってる人だったらわかると思いますけども、もうランナーこれ以上貯めるわけにはいかない。で、もうピッチャーからしたら、もう次ストライク絶対に投げ込まなきゃならないっていう状況なんですよ。で、最悪、ストライクなかなか入らない時って、もうボールを置きに来るっていう表現をするんですけども、8割方でコントロール重視で投げたりとかで投げ込んでくるストライクのボールなんて、まあ変化球でもそうですけども、もう完全にホームランを狙っていっていい場面のカウントなんですね。で、まあ解説席の人が、その時古田さんだったと思うんですけども、次のボールも狙っていい場面ですよとか言ってるんですけども、僕も同じだったんですよ。だから心の声も牧選手に次のボール、狙っていくべきですっていうことをこ、あの、先に伝えていて、で、頭の供給していて、で、ホームラン、しっかり打ててるんですけども、その時のカウントが、そのテレビ朝日の番組では、10月の9日ぐらいですかね、それぐらいに放送されてたと思うんですけども、ノーボールワンストライクのカウントに変わってたんですよ。基本的に僕いつもそうなんですけども、野球の勝ち負けで、ランナー溜め込んで何人かランナー出していて、ツーボールノーストライクの時は、もう次、絶対に狙っていきましょうの方なんですよ。次のボール、打ちに行きましょうって。
もう大体もう心理戦、運動とかボクシングはすごい速いスピードでいろいろ駆け引きあると思いますけども、いろいろラウンドを重ねていって、それまでの攻防だとかで、もう野球なんかもうものすごくその辺のところは分かりやすく、もうそこピッチャーもそれ以上ランナー貯めるわけにいかないから、もうそこもストライク投げ込むしかないんですよ。で、その時でも全力で投げたら、もう最悪ボールになってしまったら、スリーボールノーストライクになって、もうますますもっとひどい状況が出来上がるわけじゃないですか。だからそういうふうな形でカウント結構覚えてるんですよ。今年のメジャーリーグのそのオールスター戦に関しても、大谷翔平、彼がまだホームランを打ったことなかったから、その彼の所属してるリーグの方の、前の打者2人、海外の人ですけども、頭の中供給をして、ノーアウト1、2塁っていう場面作って、で、大谷翔平選手、彼の時も確かカウント2ボールノーストライクの時なんですよ。で、その時にもうつい狙いに行ったらいいっていうことを、狙いに行くべきですっていうことをお伝えしていて、で、頭の中を供給していると。でもうそこはもう確率的にすごく、あれだけもともとある程度その肉体的にしっかりしていて、で、去年も頭の供給云々とかはありましたけども、ホームランをも取ってると、途中で、試合出なくなって、それで46本打ってましたから、だからホームラン打者、かなりのホームラン打者タイプであるのはまず間違いないと。で、やっぱりホームランを打ててると。そこの辺のところでカウントを、多分その牧選手のカウントも僕の記憶違いではないと思うんですよ。だけどもテレビの再放送によって改ざんがされてしまってるんですよ、カウントのところが。で、それもう多分人間じゃなかなか、その試合に実際取り組んでる人とかでもなかなか覚えてられないんじゃないですかね。もう僕の場合はもうそこはっきりしてるから、世界戦とか野球の試合という本質のもので、ノーアウトだったらまたちょっと話変わってきたりとかするんですけども、ランナーがいて、で、もう次絶対ピッチャー心理としてね、もうこれ以上フォアボール出したら絶対ダメだっていう状況の時はもう分かりやすいから、もうそういうところ、多分もう僕の記憶違いではないと思うんですけども、だからもう大変な時代になってしまったなっていうところですね。コンピューターにだいぶみんなその電波とかで影響を受けていて、神がかり的な力とかも、そのコンピューター経由ですから、基本的に人間の力だけでその時間軸超えて云々の影響って、それは無理なんじゃないかなっていうのは、一つの僕の結論とかでもあるんですけども、テレビの報道ステーションとかを撮影していても、喋ってる内容はパソコンにそのデータを移して再生してみて、どこでどういうような受け答えをしているかっていうことをメモしようとしていて、1回再生して2回目次再生したら同じ箇所、例えばある程度の文章を書こうと思ったら、もう1回ちょっと再生してみようってなるじゃないですか、しっかりした文章を書こうと思ったら。じゃあ次再生したらその文がなくなってたりするんですよ。っていうことは、人間が編集機能とかを使って、その文を削除したりしてるんじゃなくて、もうコンピューターがそういうふうに動画自体を管理してしまってると。これがこの世の中の状況で、それがテレビ局の動画によるものなんですよ。で、今のところ僕は言えるのは、まだ100%かどうかわからないんですよ。最近そういうふうなところを入念に、チェックし始めて、精神的にだいぶやられたりとかもしてたんですけども、こんな無茶苦茶な世の中無理だと、これじゃコンピューターに人間が支配されてる社会じゃないかっていうような部分とかもやっぱりありますから、なんかまああのー私多分まだ100%ではないんですけども、国会議員の人がテレビに出て言った内容に関しては変わらないと思うんですよ。これは元が何がなぜそうなってるのかのところはちょっとよくわからないんですよ。何かの元々の判例があったのか何なのか、それかその、テレビ局自体がアナウンサーも含めて
一文字違いだとか偽名を名乗ってるケースっていうのは多々あるわけじゃないですか。だからそういうふうな形で、そういうふうな機能が働いてるのか何なのか、僕もちょっとよくわからないです。だから人によっても違いますし、CM に関しては何回再生しても多分言ってることは変わらないはずなんですよ。まあまあ、今回の件に関しては、僕からお伝えできることはもう、